ディスカウントストアのドンキホーテがプライベートブランドの商品だけを販売する新しい店を東京渋谷にオープンしますドンキホーテの運営会社が8月に東京渋谷にオープンさせるのは複合施設道玄坂通りですホテルや飲食店のほかドンキホーテのプライベートブランドの商品だけを扱う新業態と店も出店します きのこやなすを使った珍しい風味のスナック菓子や地上波放送が映らないテレビのほか女性社員らが企画・開発したアパレル雑貨などが販売されます。これからの季節に欠かせないこちらのレインコート袖口を水が入らないようにキュッと締めることができるなど細部にもこだわって作られています。ドドンンキホーーテは他社と差別化したプラライベートブランドの商品を揃えて、 同じ施設内のホテルに宿泊する外国人観光客や渋谷を訪れる若者などをターゲットにしたい考えです。小売業界では、物価高に対する節約意識の高まりなどからプライベートブランドを強化する動きが続いています。